というわけでやってまいりました、はい、今日もやってまいりました、はい、こちらあの GLE ですね、はい、いやすごいね、これも入りたてということで、はい、そうです。今日ちょっと、じっくりね見させていただこうと思います、はい、値段ってついてないんでしたっけ。一応もう620ぐらいで、あ、620ぐらいで、はい、これでも GLE で620って言ったらちょっと今感覚は分かってないんですけど、まあ、あのこれすごくも状態が良くて、はい、でこれカスタム結構してあって、あ、どの辺が変わってるんですか。これ本来もっと車高が高いんですよ。あ、そうなの。車高179センチあるんですけど、はい、これはH&R っていうダウンサスが入ってたり、ビルシュタインのサスを入れたりして、車高を落としております。あ、車高が見えるかな。こっから後ろの方だったら見えるかな。あ、ちょっと見える。あ、これはい、これ入って車高が落ちておりますと。おお。それで、高さが172、3ぐらいかなっていう感じですね。乗り降りがしやすくなってます。ああ、なるほど。すごく状態がいいですね。やっぱあれサスペンション変えるとちょっと乗り味って変わってくるんですかね。あれ乗り心地は基本的にもともといいので、全然そんなに乗って帰ってきましたけど悪くなかったです。そうか、350D なんですね、はい、ディーゼル。すごい。でさらにこの四駆っていうね。四駆です。あ、結構やっぱ綺麗。はい、めちゃくちゃ状態はいいです。ね、この辺の鏡面の感じも傷が特に。そうですね。ほぼほぼ傷はない車になってます。わあ、ステップが大きいわ。やっぱそうか、車高が高いとこれが必須になってくるもんね。そうですね。なのでちょっと下げてあることで。うん。タイヤも交換してあって、だからまだまだこれから乗れる状態で。あ、これが。あ、本当だ。なんかこの辺ね、新しいタイヤってなんかピンピンしてるもんね。はい、色もついてますからね。ほんま、まだ色が。はい、では内装の方見させていただきます。お邪魔します。おお。あ、なんか色々足されてる。パドルちょっとエクステンションがついて、これは外そうかなと思ってますけど、そのままで。そうやね、まあこれちょっと趣味がありますんでね。はい、お好みに合わせて。シルバー系だと僕ありだったと思うんですけど、うん、赤だとね、また。あ、すごい、なんかメーターもちょっと若干違うのかな。ちょっとなんかレーシーなあのチェック柄になってます ね。チェックフラッグみたいな。はい、少しスポーツというグレードなのでそれになっております。あ、今ね、燃費が出てるんですね。はい、それはこっちの方で変えれますね。お、いろいろ変わる。はい、これで大体燃費ってどんなもんでしょうね。工場燃費でリッター 12.9 とかなんで。あ、 12.9、 まあ10ぐらいはいくと思いますね。まあ、この車格でね、ディーゼルなんでまだいい、うん、やっぱいいわ。この何 E クラスって広い。やっぱさっきあの CLA とかね、はい、乗ってきたんですけど、やっぱちゃうわ。やっぱゆとりがありますよね。ああ、やっぱこっちか、こっちか。やっぱこっちか。そんな感じがするぞ、乗った瞬間。そりゃそうやね、はい、お値段もねそれなりにするんで。します、ね、新車だとやっぱ1000万超えちゃうんで。おー、やっぱこの SUV でもちょっとやっぱこう四角いね感じの SUV のが流行ってますよね、やっぱり。そうですね、まあ、あの滝さんの動画でめちゃくちゃバズってます G クラス。 G クラス、はい。まあ、G クラスもあのベンツさんもちろん人気あるんですけど、まあ、あれだとちょっと武骨感が強すぎるっていうので、うんうん、まあ、これだとラグジュアリーにも乗れるので。そうね、ちょっと G クラスはね本気度が高すぎて。本気度が高いですね、男のロマンになっちゃいます、ね、いや、そうなんですよ。で実際はこういうどういうんですか、ラグジュアリー感がある方がやっぱりね、毎日街乗りで乗るんでしたらこっちがいいかなと、ね、このハーマンカードンがついてたり。これもオプションになります、ハーマンカードン。ほう、ね、あとはドラレコとかレーダーももう最初からついてますと。なんかいろいろもうフルスペックやね、はい、もうこれ以上必要ないっていうぐらいついてる。そうですね、
いじり具合といい、もう全然綺麗な状態といい、うん、ミラーも四角くて見やすいよ。あ、すごい早い、ちょっと早いかもしれない。あ、早い、動かさない、なんか早いような気せん、これなんか気持ち早いっすよね、なんか気持ち早くない、これ。あ、結構早いっすね、ほらまだ力強いと言いますか、うん、そうそうそう、力強いですね。やっぱカズさん体大きいんですけど、はい、いや全然狭さを感じない。めっちゃ広いですよ、広い。多分後ろの人狭くなっちゃうかもしれないんで、ちょっと前出してもかなり余裕あるんで、うん、そうですよね、後ろの人超余裕でも。あ、ちょっと後ろ乗ってみましょう。はい、ドライビングポジションにしたんですけど、十分拳が1個ぐらい、私まあ足がね長い方なんですけど、それでも1個ぐらいあります。かなり僕も前の方にしたあの、うんうん、下げてるんですけど。そうやね、でも全然えぐれもあるんで楽ちんですね。わあ、あ、しかもやったね、男のロマン。はい、2個もある。これ20万ぐらいするオプションなんで。あ、これもオプションなんや。はい、ガラス。え、これ閉めれんの？閉めれます。おお、ああこういう感じなんや。デュアルですね。ちょっとほら、なんかテントと言いますか、テントというかね、完全な蓋じゃないや。はあ、へえ、いいですね。あ、前も同時に閉まった。そうです。あ、これいい、明るいやん、天井が。なんか照明上から当たってるような感じがする。そうですね、結構いいですよねこれ。おお、まあ実際リアルにね、今から夏で暑いんで、多分こっちの方がね需要あると思います。夜は明けてこうね、星空見ながら。あ、いいね。一応シートヒーターも後部座席もついてます。おお、やっぱ E クラスちょっとちゃうな。やっぱちゃうな、ですね、やっぱ違うぞ。まあ後ろは広いですわ。こっそり人乗ってても大丈夫。いや大丈夫。これって3列シートもあったりすんの？いやそれはないと思います、このモデルは。GLS だったらあるかもしれないですね、うん、はい、GLE なかなかいい車ですね、はい、こちら入りたてということで、はい、今からこれ磨いたり。そうですね、もうすごくもともと綺麗なんですけど、はい、うちはもう全ポリマーコーティングをしたり。ポリマーコーティング、はい、でルームクリーニングしてオゾン除菌をして並べるという感じになります、はいはい、詳しくはね下の概要欄貼ってますので、お電話かURL ね、踏んでもらったら、はい、お問い合わせができます。はい、というわけで今日は、こちら、ベンツ、GLE350D ですね、はい、のご紹介でした、はい、じゃあね、バーイ。